さん帰ってきたのかな。姉さん、鍵はいつも持って出ろって言ってるだろ。あ、ごめん。大丈夫？あ、はい、大丈夫です。あれ、この制服、姉さんの学校の。こんにちは、私、小早川綾乃って言いまして、進藤先生のクラスで。ああ、やっぱり姉さんの。もしかして、あなたが自慢の弟さんですか？確かに、進藤美桜の弟だけど、姉さんに何の勉強を見てもらおうと思ってたの？改めまして、小早川綾乃って言います。私のことは綾乃って呼び捨てにしてください。あ、小早川さんね。綾乃でいいです。ところで、勉強でわからないことがあるなら教えるぐらいならできるけど。本当ですか？ぜひお願いします。それじゃあ始めようか。はい、先生。まずは、実は今日ここに来たのは勉強を見てもらいたいからじゃなくて、先生にお願いがあって来たんです。俺に？はい、私、進藤先生みたいな胸になりたいんです。切実なんです。決心してここまで来たんです。私ダメなんです、今のままじゃ。わかった、姉さんには絶対内緒だからな。もちろんです。これからも勉強お願いできますか？疲れた。進藤先生、こんにちは。お帰りなさい。綾乃じゃない。どうしたの？いえ、ちょっと近くまで来たものですから、立ち寄って、ついでに先生に、弟さんに勉強とかいろいろしてもら、見てもらってました。すいません、さよなら。はい、さよなら。お邪魔します。2階の私の部屋で待っててください。飲み物持ってすぐに行きますので。昨日の今日で勉強を見てほしいだなんて、何かあったのかな。あ、凛ちゃん来てたんだ。綾乃、こいつ誰？あ、こちらはバストアップの先生。じゃなくてレベルアップ。そう、勉強のレベルアップのための家庭教師の先生なの。話がいまいち見えないんだけど。先生ごめんなさい。この子は幼馴染で近所に住む凛ちゃん。学園は違うけど長い付き合いの親友なんです。今日の夜パジャマパーティーしようと思ってたんですけど、まさかもう着替えるとは思わなくて。親友でパジャマパーティー。何よ、その間抜け面こっち向けないでよね。もう勝手にすればいいわ。とりあえず勉強始めようか。はい先生。凛ちゃん寝ちゃいましたよ。そうだね。今日もお願いしてもいいですか？でもここじゃ。凛ちゃんは寝てるから平気です。バストアップ。はい、どちらさん？ちょっと出るのが遅いじゃない。君は昨日の。凛よ、清里凛、そんなことどうでもいいからちょっと邪魔するわ。今日はどういったご用件で？私にも同じように。え？だから私にも綾乃と同じようにしなさいよ。何のことでしょうか？とぼけても無駄なんだから。昨日あんたたちが何してたか知ってるんだからね。綾乃とは親友だけどライバルでもあるの。だから私の おっぱい揉みなさいよ。綾乃には胸の大きさだって負けられないんだから。先生聞いてください、バストが2ミリも大きくなったんです。よかったね。弟くん、おはよう。家庭教師はうまくいってるかね？また服が。どうしよう、置いていかないで。
ってくれたんだね。エリコ先生。すぐに出たまえ。今出ていくのは無理だ。しかし私だってその定員オーバーでは。少しの間我慢しろ。おい、何か硬いものが私に当たっているんだが。それはまあ男の生理現象ってやつで。いいえね、畜生、何をやってやがる。